金魚提灯祭りに合わせ浴衣姿の選手たち、市民に向けて優勝トロフィーを披露しました。柳井商工女子バドミントン部は学校対抗で4連覇を達成、高校選抜と合わせると全国大会8連覇の快挙です。たくさん支えてくださっている柳井の方々の応援のおかげで優勝することができました。シングルスでは宮崎智香選手が連覇、砂川のどか選手が3位に入りました。選手たちには記念品として地元で採れた米2俵が贈られました。